天皇皇后両陛下は国民文化祭などの開会式に出席するため22日、即位後初めて沖縄県を訪問されました。沖縄戦最後の激戦地となった糸満市では、国立沖縄戦没者墓苑で犠牲者の霊を慰められました。続きを読む。両陛下は22日午後1時前、特別機で那覇空港に到着されました。沖縄訪問は天皇陛下の即位後初めてで、両陛下での沖縄訪問は平成9年以来、25年ぶりになります。沿道には歓迎のため体制の人たちが集まり、両陛下は笑顔で手を振って応えられていました。そして、午後2時半前、糸満市にある国立沖縄戦没者墓苑に到着し、18万人以上の遺骨が納められている納骨堂の前で一礼して花を供え、犠牲者の霊を慰められました。この後出迎えのため集まった遺族たちと懇談し、どなたを亡くされましたかとか、お体にはお気をつけてくださいなどと言葉をかけ、予定時間を大幅に超えて一人一人の話に耳を傾けられていました。続いて、戦没者の名前を刻んだ石碑、平和の礎や平和記念資料館を訪ねられました。資料館では、沖縄戦で家族を亡くした人などの証言集をじっくりと読まれていました。両陛下は23日まで沖縄に滞在し、午前は宜野湾市で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席されます。沖縄県糸満市の国立戦没者墓苑で天皇皇后両陛下を出迎えた沖縄県遺族連合会前会長の照屋光子さん86は、上皇ご夫妻のお心を引き継いでいらっしゃると感じました。そして私たち遺族に対してもお心を寄せてくださると思いました。一人一人に長い時間声をかけてくださったので本当に感謝していますと話していました。両陛下を案内した沖縄県平和記念資料館の前川さより理館長は、証言のコーナーでは両陛下は顔を見合わせるようにして大変痛ましい内容だねと話されていました。また海岸を望む場所では天皇陛下から、このような美しいところでこんな悲しい出来事があったのですねと声をかけていただきました。両陛下は大変優しい眼差しで沖縄戦の状況を熱心に聞かれ、沖縄のことをよく理解しようとするお姿が非常に印象に残りましたと話していました。糸満市で体制の人たちが両陛下を歓迎。糸満市の姫百合の塔の前では沿道に体制の人たちが集まり両陛下を歓迎していました。南城市に住む19歳の女性は、沖縄戦のあった地を訪れて寄り添って思いを寄せて考えてくださっていることが沖縄県民としてすごく嬉しいですと話していました。中学生の息子と一緒に沿道に並んだ糸満市の40代の女性は、沖縄県に来県すると決まってからどのルートを通るのか確認してずっと待ちわびていました。一生に一度あるかどうかなので幸せな一日です。これからも頑張ってくださいという気持ちで糸満市から応援していますと話していました。また糸満市の平和記念公園近くの沿道にも体制の人たちが集まり両陛下を歓迎していました。糸満市に住む80歳の女性は、沖縄の現状を見ていただいて嬉しかったです、また来てほしいですと話していました。皇太子当時に取材受けた豆記者たちと再会。22日午後5時半前、宿泊先である沖縄県宜野湾市のホテルに到着された天皇皇后両陛下を、かつての豆記者の高校生、大学生6人が出迎えました。両陛下は、皇太子ご夫妻だった時に、夏休みに記者の仕事を体験する沖縄の子供たち、豆記者と交流されていました。6人は豆記者として東京を訪れた平成28年、両陛下から赤坂御用地にある当時のお住まいに招かれました。両陛下や中学生だった愛子様と一緒にバレーボールをしたということです。両陛下は時折、笑顔を見せながら、高校生活はどうですか、などと話しかけ、かつての豆記者たちとの再会を楽しまれている様子でした。21歳の男子学生は、愛子さまとは同学年で、当時同じバスケットボール部だったことが話題に上がりました。今は高校の数学の教員を目指していて、天皇陛下から、高校の数学は難しいですよね、と声をかけていただきました、と話していました。
16歳の女子高校生は今は何をされていますかと聞かれ、琉球舞踊を始めてこの前賞を取りましたと伝えたら、見たかったですと言っていただき本当に嬉しかったですと話していました。また別の16歳の女子高校生は、通っている高校を伝えたら、天皇陛下が野球が強いですよねと答えられ、ご存知で嬉しかったです。変わらず温かく私たちのことを考えてくださっていて嬉しく思いましたと話していました。